Japanese listening practice. 最近新しい趣味を見つけたんだ。最近新しい趣味を見つけたんだ。I found a new hobby recently. 最近新しい趣味を見つけたんだ。へえ、何を始めたの？へえ、何を始めたの？ Oh, what did you start? へえ、何を始めたの？写真撮影だよ。自然の風景を撮るのが好きなんだ。写真撮影だよ。自然の風景を撮るのが好きなんだ。Photography. I enjoy taking pictures of nature scenes. 写真撮影だよ。自然の風景を撮るのが好きなんだ。すごいね、いいカメラを買ったの。すごいね、いいカメラを買ったの。That's awesome. Did you buy a good camera? すごいね、いいカメラを買ったの。うん。まだ始めたばかりだけど、楽しんでるよ。うん、まだ始めたばかりだけど、楽しんでるよ。Yes, I just started, but I'm really enjoying it. うん、まだ始めたばかりだけど、楽しんでるよ。今度一緒に写真を撮りに行こう。今度一緒に写真を撮りに行こう。Let's go take pictures together sometime. 今度一緒に写真を撮りに行こう。昨日、初めてインド料理を食べました。昨日、初めてインド料理を食べました。Yesterday, I tried Indian food for the first time. 昨日、初めてインド料理を食べました。ええ、どんな味でしたか？辛かったですか？ええ、どんな味でしたか？辛かったですか？ Oh, what did it taste like? Was it spicy? ええ、どんな味でしたか？辛かったですか？少し辛かったけど、スパイスの香りが良くて美味しかったです。少し辛かったけど、スパイスの香りが良くて美味しかったです。
It was a bit spicy, but the aroma of the spices was nice, and it was delicious. と、私も試してみます。おすすめの料理はありますか？と、私も試してみます。おすすめの料理はありますか？I'll try it next time too. Is there any dish you recommend? と、私も試してみます。おすすめの料理はありますか？小林さん、ペットを飼っていますか？小林さん、ペットを飼っていますか？Kobayashi, do you have a pet? Kobayashi-san, pet を飼っていますか？ はい、猫を飼っています。とてもかわいいですよ。はい、猫を飼っています。とてもかわいいですよ。Yes, I have a cat. It's very cute. はい、猫を飼っています。とてもかわいいですよ。それはいいですね。世話をするのは大変じゃないですか？それはいいですね。世話をするのは大変じゃないですか？That's nice. Isn't it hard to take care of it?それはいいですね。世話をするのは大変じゃないですか？ ときどき大変ですが、猫がそばにいると癒されます。ときどき大変ですが、猫がそばにいると癒されます。Sometimes it's hard, but having my cat nearby is really comforting. ときどき大変ですが、猫がそばにいると癒されます。鈴木さんもペットが欲しいですか？鈴木さんもペットが欲しいですか？ Do you want a pet too, Suzuki? 鈴木さんもペットが欲しいですか？ Suzuki 君、出かけるの？鈴木くん、出かけるの？ Are you going out? 鈴木くん、出かけるの？
うん、新しい靴を買いに行くんだ。うん、新しい靴を買いに行くんだ。Yeah, I'm going to buy new shoes. うん、新しい靴を買いに行くんだ。どんな靴を探しているの？どんな靴を探しているの？What kind of shoes are you looking for? どんな靴を探しているの？ スポーツ用のスニーカーかな。最近、ランニングを始めたからね。スポーツ用のスニーカーかな。最近、ランニングを始めたからね。Maybe some sneakers for sports. I recently started running. スポーツ用のスニーカーかな。最近、ランニングを始めたからね。それはいいね。どこでランニングしているの？それはいいね。どこでランニングしているの？That's great. Where do you go running?それはいいね。どこでランニングしているの？近くの公園だよ、今度一緒に行かない。At the nearby park. Do you want to join me next time? 近くの公園だよ。今度一緒に行かない。いいね。でも、久しぶりだから走れるかな。いいね。でも、久しぶりだから走れるかな。Sounds good, but I haven't run in a while, so I'm not sure if I can keep up. いいね。でも、久しぶりだから走れるかな。大丈夫だよ。ゆっくり走ればいいさ、気持ちいいよ。大丈夫だよ、ゆっくり走ればいいさ、気持ちいいよ。No worries, just take it slow. It feels great. 大丈夫だよ、ゆっくり走ればいいさ、気持ちいいよ。じゃあ、楽しみにしてるよ。新しい靴も見つかるといいね。じゃあ、楽しみにしてるよ。新しい靴も見つかるといいね。
All right, I'm looking forward to it. Hope you find the perfect shoes too. じゃあ、楽しみにしてるよ。新しい靴も見つかるといいね。ありがとう。じゃあ、行ってくるね。ありがとう。じゃあ、行ってくるね。Thanks. All right, I'm off. ありがとう。じゃあ、行ってくるね。次何を見ようか。私、洋服買いたいから、3階に行きたい。次何を見ようか。私、洋服買いたいから、3階に行きたい。What should we look at next? I want to buy clothes, so I want to go to the third floor.次何を見ようか。私、洋服買いたいから、3階に行きたい。へえ、洋服見るの時間かかりそうだな。へえ、洋服見るの時間かかりそうだな。Oh, looking at clothes seems like it will take a while. へえ、洋服見るの時間かかりそうだな。嫌なら、どこか別のところを見てれば。嫌なら、どこか別のところを見てれば。If you don't want to, you can look somewhere else. 嫌なら、どこか別のところを見てれば。そうするよ、僕は6階に行って CD 見てくるよ。そうするよ、僕は6階に行って CD 見てくるよ。I'll do that. I'll go to the sixth floor and look at CDs. そうするよ。僕は6階に行って CD 見てくるよ。それで1時間後にどこかで会おうよ。それで1時間後にどこかで会おうよ。Let's meet somewhere an hour later. それで1時間後にどこかで会おうよ。わかった。じゃあ、3階のエレベーター前は？わかった。じゃあ、3階のエレベーター前は？Got it. How about the elevator in front of the third floor?
わかった。じゃあ、3階のエレベーター前は？それでもいいけど、1時間後はお昼だから8階のレストランに行かない。それでもいいけど、1時間後はお昼だから8階のレストランに行かない。That's fine. But since it will be lunchtime in an hour, how about going to the restaurant on the 8th floor?それでもいいけど、1時間後はお昼だから8階のレストランに行かない。わかった。じゃあ8階のエレベーター前でね。わかった。じゃあ8階のエレベーター前でね。Got it. Let's meet at the elevator in front of the 8th floor. わかった。じゃあ8階のエレベーター前でね。